皆様ごきげんよう、案内人のワンダーです。今回はジョセフさんが9月20日に配信した、火曜日恒例の予言の3回目をご紹介します。今回もカットが必要でしたので、ノーカット版はメディアブルで公開します。2022年9月20日の予言。現代の爆弾男である今までのスノーデン以上に世界を揺るがす情報が出てくると思います。遅くても2024年の大統領選挙の時には出てくるでしょう。きっと相手方陣営はこの情報により窮地に陥ることになるでしょう。天候について少しお話しします。最近世界で多くの地震が起きていることはもう皆様ご存知だと思います。すべては予言していたある地震から始まりました。それは太平洋にあるソロモン諸島での地震です。それに続いて2番目の地震があり、そちらの方が強かったです。過去の1週間と数日であまりに多くの地震があり、マグニチュード7またはそれ以上の地震すらこのエネルギーシフトの間に起きています。あるものはメキシコの海岸で、またあるものは台湾で起こり壊滅的な被害を出しました。スピリットはアラスカを注視せよと言っています。それは地震に関する警告であるとすぐにわかります。もしかしたら火山が噴火するかもしれません。火山活動といえば今はとても静かで、ここ数日でも一つの火山噴火の話しかありません。しかしスピリットはこれは大嵐の前の静けさだと言っています。ペルーとブラジルは共に地震が起こりましたが、母なる地球はメキシコやカリフォルニアではまだ終わらないと言っています。もうすぐカリフォルニアでは安全を求めて通りに人が溢れることでしょう。母なる地球はロサンゼルスだけでなく北部カリフォルニアも揺らします。それだけでなくカナダの海岸でも地震があるでしょう。カナダの地震では全てが沸騰します。そこでは何かが沸騰するそうですが、その沸騰する出来事により西海岸に大地震が起こります。今回のエネルギーシフトで起こらなければ1月のエネルギーシフトできっと発生するでしょう。ロサンゼルスともう一つの煮えたぎるラインが北に向かって見えます。私は別に地震の専門家ではありませんが、これはプレートが北に伸びているのを表していると思います。太陽嵐が巨大地震を起こすという話を以前お伝えしたかと思います。それがまさに今起きているのです。以前から太陽嵐について申し上げていますが、それがまさにエネルギーシフトの期間に来ているのです。それがマグニチュード7級の地震を起こしています。またスピリットは誤った津波警報が出ると言っています。もしかしたら誤った警報により人々は津波警報を無視するようになるかもしれません。3回の誤った津波警報が出ます。このお話は気象関連の動画でもお伝えしたと思いますが、今まで2回誤った津波警報がメキシコ周辺で出ています。ですが次の警報は多分本物の警報となるでしょう。ですが今まで誤った警報に慣れてしまった人々は警報を無視して行動するようになるかもしれません。私たちがこのような時代にいることは理にかなっているかもしれません。次のエネルギーシフトで波が来て、海が煮えたぎる事態が起こる感じがします。それだけでなく海が爆発するような予感もあります。スピリットは同じ場所で3回爆発的な何かが起こると言っています。海から泡が出てきて煙も立ち上り、水が吹き上がるのです。それが多分津波を引き起こすのでしょう。それがどこになるのかまだ定かではありません。ここで今一度皆様に警告したいのは、今回のエネルギーシフトで大規模な洪水や巨大地震が起きています。ハリケーンのリオーナはプエルトリコで大きな被害を出しました。そしてもっとすごい嵐が来週にでもやってくるかもしれません。遅くとも月末にはやってくるでしょう。予備のバッテリーやろうそくなどの備蓄をこの2週間ですることをお勧めします。ろうそくが少しでもあれば何日か耐えることができます。
それがまたプエルトリコあたりで起きそうな気がします。スピリットは台湾にもっと大きな地震が来ると言っています。私はもうすぐ起こると思っています。マグニチュードは 7.5 に達するかもしれません。中国がその地震に関係しています。中国も気象を操る技術を持っているので何でもやってきます。だからこそ中国の軍艦が台湾の海岸近くで活動しているのです。中国はまだ世界に知られていない独自の技術を持っているのだと思います。そして日本の皆様にお伝えしたいのは、歴史上最悪の台風が襲ってくるということです。2週間前に日本の友人の皆様には注意するよう呼びかけました。大規模な洪水だけでなく土砂崩れも起こるとお伝えしました。また火山噴火と大地震が襲ってくるとも申し上げました。以前地震は2011年の東日本大震災が起きた福島周辺で起こるであろうことをお伝えしました。それが前回のエネルギーシフトの時に起こりましたし、大規模な火山噴火もありました。そして土砂崩れで村一つがなくなるお話もしました。それは巨大地震によって引き起こされるとお伝えしました。役者中、9月5日の中国四川省の地震で実際に土砂崩れで村が消滅する事態がありました。新東人ニュースより、どうか日本の皆様、大地震が起こる可能性がありますので十分に注意してください。もし今起きなくても年末までには来るかもしれません。私は日本の一部が水没するのが見えます。ほんの一部だけなのですが、まるで海に落ちていくような感じです。これが地震で起こるのかそれとも噴火のせいなのかはわかりませんが、これは本土ではなく離島のような感じがします。これは日本の南側だと思いますが、今一度日本地図を見て確認したいと思います。今様々な情報がスピリットからもたらされているため、少々おかしくなっています。これから新たなウイルスによる感染が広がります。まずこのウイルスがプエルトリコかキューバといった島を襲います。プエルトリコならその意味がわかります。ハリケーンで被害を受け清潔な水も得られず電気も止まっているため、ウイルスやバクテリアが蔓延するでしょう。しかしもう一つの感染爆発は多分キューバだと思いますが、計画されたものです。それでキューバを乗っ取ろうというお話かもしれませんが、まだよくわかりません。これについてもまた続報をお伝えできると思います。このように二つの感染爆発があります。ホリデーシーズンに人々が不安に陥り、祝い事も買い物もやらなくなります。これは聖書予言に通じる事態かもしれません。イギリスでは女王の葬儀が行われており、国全体が喪に服していますが、トルドーはバーでボヘミアン・ラプソディーを歌っていました。まるで敗者のようですね。彼はふさわしくない場所でそのようなことをしました。自宅でボヘミアン・ラプソディーを歌うのならまだしも、それを女王の葬儀の間にバーですべきではありません。このことに怒りを覚えた人々も少なくはないでしょう。なんせ人々は移民をマーサス・ビンヤード島に送ったことに怒っているのですから。私はこのニュースに笑ってしまいました。これはお金を持て余した人たちに良いメッセージを伝えたと思ったからです。富裕層の目に移民たちがどのように映ったか想像するだけで笑えてきます。これで彼らはカマラ・ハリスに怒りを覚えたでしょう。ここで視聴者からのメッセージが来ました。日本にやってきたのは台風14号で記録上5番目に強い台風でした。スピリットによれば、これはこれから来る大嵐に比べれば大したものではないそうです。その嵐は日本と中国の両方を襲うそうです。橋が流されるビジョンが見えます。日本の北側と中国で大きな気候イベントが起こるとスピリットは言っています。それがまさに起ころうとしています。いかがでしょうか。どうしても制作に時間がかかってしまうため、一部の予言などはもう時期が過ぎているものもあります。なるべく早くお届けできるように頑張っていますので、
どうかご了承ください。こちらで配信できないお話や、審査に落ちて配信できなかった動画などはメディアブルで配信中です。概要欄にリンクがありますので、ぜひ一度訪れてみてください。今回の動画、気に入っていただけたらチャンネル登録、グッドボタン、コメントいただけたら励みになります。最後までご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。